はい、今回も前回に引き続いて RPG ゲームの続きを作っていきたいと思います。で、今回はこの猫をぐーっとこうスクロール、地図の上をですね、こうやってスクロールしていった時に、はい、このような形で敵が出現すると。で、それも1匹だけじゃなくて何匹もですね、出現させていって地図上に出てくるという形を作っていきたいと思います。で、これをどうやって出現させていくのかというところの解説をしていきたいというふうに思います。これからもですね、いろいろなゲームのコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では作っていきましょう。はい、ではまず前回作ったものの確認からしていきたいと思います。で、前回作ったものは旗を押した時にこのように猫を、はい、マップ上を移動させることができるんですが、はい、ある部分で M のボタンを押すと、はい、このように今猫がどこにいるのかというのをマップ上に示すことができたというものを作りました。はい、でですね、それができているのはなぜかというと、はい、ここの変数のところにマップ X、マップ Y というのを作って、全体のマップのどの位置に猫がいるかというのをさらにこうプレイヤー X、プレイヤー Y というので管理していたというところになります。で、このマップ X とマップ Y にチェックを入れると、はい、旗を押して猫を動かしていくとですね、まあ、このような形でマップ X、マップ Y が上に行くとマップ Y が上がっていって、横に行くとマップ X が上がっていくということになっています。で、これはどういうことかというと、はい、こちらを見ていただきたいんですが、左下のこの十字になっている部分、ここが00、マップ X、マップ Y が00の状態で、右に行くとどん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 マップ X が大きくなっていって、まあ、例えばこの辺りだとマップ X が3500で、まあ、マップ Y は0ということになります。逆にこの上に行っていくと、ここで言うと、マップ X は0でマップ Y が2000で、ここの場所で言うとだいたい2500と1000っていう形になっているという形で、ここが X 軸、Y 軸という形で座標が作れているということになります。ですので、この座標を使って、敵も出現させていくことになります。で、例えば、はい、これを見ていただくと、ここ左下の部分を拡大したものになりますが、ここが00で、例えば500、100っていう場所はだいたいここら辺になります。で、ここに、まず敵を出現させていくっていうところを考えていきたいと思います。はい、ではまたコードに戻ります。で、ここまで作ったプロジェクトに関しては概要欄にリンクをつけておりますので、この動画からですね、始める方はそれをリミックスする形で始めてもらえればと思います。はい、ではコードを書いていきましょう。で、ここでプラスでスプライトを選ぶでですね、はい、動物で、まあ、これ何を選んでもらってもいいですが、まあ、一番弱そうなものとしてこのカニのを一つ目の敵っていうふうに設定したいと思います。で、カニを設定して、はい、まあ、これ名前もですねクラブになってますが、これもカニにしておきましょう。はい、で、カニにしておいてですね、で、コードで、で、イベントで旗が押された時に、はい、で、大きさを、30% にしましょう。はい、30% にして、表示をするんですが、ここでですね、このカニを普通であればこの動きの X 座標 Y 座標っていうので、例えば100、100にして見た目で、表示をするのようにすると、はい、この部分ですね、100、100の部分に敵が表示されるということになりますが、今回はここの画面の中ではなくて、先ほど見たようにこの画面というのはここの部分ですけど、この画面から離れたこの部分に設置しなきゃいけないということになりますので、はい、この X 座標 Y 座標というのをこの変数でですね、新たに変数を作るで、はい、カニ X と、
はい、カニ y という変数を作りましょう。で、はい、でここ一回覗いてですね、でこのカニ x というのが今回500にしようということになりました。でカニ y ですね、カニ y を100にしようということにしています。でまず一番最初の状態では500っていうのはこの画面のもう右上になってしまいますので、これは隠しておきます。はじめは、はい、隠しておきます。で隠しておいて、ここからですね、はい、制御でずっとというのを使ってどうなったら表示するかということになるんですが、はい、カニ X が500、まずは X 座標を考えていきたいんですが、この500にいるものっていうのはどういう時に現れるかというと、はい、これ旗を押すと今マップ X が0なんですけど、これがずっといくとこう増えていきます。でここです、200、今70になってしまってますが、260、ちょっとちょうどはならないですが、260になった時にちょうど一番右この半分が240ピクセルなので、260に来た時にちょうど一番右に出てくるのがこれが500ということになるので、ここにですねずっとの中に、はい、もし何々ならでなければというのを入れて、カニが出てくる条件っていうのをここに書いていきます。でここで少し長くなりますが、かつというのを使い、はい、この、不等号、これを使います。これを2つピッと入れてですね、でどういう式になるかというと、少しこれもややこしいのですが、ここに引き算を入れます。で引き算を入れて、はい、変数のカニ x からマップ x を引いた値が240より小さい時に表示される。でもう一つの条件は、この同じカニ x 引くマップ x というのがマイナス240より大きい時に表示されるというふうになります。はい、こうですね。で同じように y 座標もの条件も入れていきますので、ここにさらにもし何々ならでなければというのをここでパコッと入れます。でここにですね、これをそのままコピーしてあげましょう。複製をして、次は y になるので、カニ y 変数でカニ y からマップ y を引いたものが、次は縦は180になりますので、180より小さい、かつ、はい、カニ y がカニ y 引くマップ y がマイナス180より大きい、この2つの条件が揃った時に見た目で表示をするというようにしましょう。で表示をするんですけど、まあ、ここも少しですね頭がこんがらがるところでありますが、 X 座標を何々にする、 Y 座標を何々にするというのを入れて、ここを、はい、カニ x 引くマップ x に常にします。はい、でカニ y 引くマップ y にします。y 座標ですね。はい、こうすると、うまく動きます。はい、でなければ、カニは見えていない状態なので隠すにしておきましょう。こうですね。隠す。はい、こうですね。少し小さくして全体を見てみましょう。はい、こうです。でこれで、カニが、出てくるはずです。ではちょっと見てみましょう。はい、では旗を押して
右の方に行った時に MapX がだんだん大きくなってきます。はい、こうですね。はい、で260になった時に右端に出てきました。で、ずっと出てきて、はい、ちゃんと地図の上にずっと乗ってますね。ずっと乗っていて、はい、でこの辺り、はい、750、つまりカニ X が500でしたね。500から750引いた、だいたいマイナス240になりますが、その時に消えるということになります。でこれまた左に行くとこのように出てくるという形になります。はい、これで、地図の上にですね敵を出すことができたということになります。で、今回は1匹だけカニを出したんですが、この敵を1匹ずつですねこれ出していこうと思うと、このスプライトを何個も作らなきゃいけないっていうことになりますので、じゃあこのカニを例えばこことこことここみたいな形で、まあ、3箇所に、設置するというようなことをする場合っていうのは、クローンを作っていきます。そのやり方を解説していきます。でそのためにはクローンを作りますが、クローンを作る元となるリストというのを作っていきます。で変数のここにリストを作るのというのがあるので、ここにですね、はい、カニ X リストというものを作ります。で OK、はい、でまたカニ Y リストはいというのを作って OK ですね。で、カニ X リスト、カニ Y リストっていう2つ作って、これちょっと他のやつは消しておいて、こういう形で並べてあげます。はい、こうですね、並べてあげて、で1匹目のカニは、はい、ここのプラスを押してですねリストを作っていきますが、1匹目のカニはカニ X が500でカニ Y がプラスで100でしたと。はい、で、次に2匹目のカニは、例えばカニ X が700でカニ Y は、はい、0というふうにしましょう。で3匹目は、カニ X が600でカニ Y がマイナス100、はい、というようにこれで3匹のですねカニのリストを作ったということになります。このリストに従ってカニを出現させていくということをやっていこうと思います。はい、ではカニ X リスト、カニ Y リストはこれ一回閉じておきます。はい、でこのコードを改造していくんですけど、はい、旗が押す、これはもうちょっとそのままグーッとこう下げておきましょう。で旗が押された時に、はい、これもまずオリジナルはクローン作るので、オリジナルは必ず隠すにします。で隠しておいて、変数で、はい、ID という変数を作りましょう。でここで重要なのが、このスプライトのみにチェックをしておくということです。で OK ですね。でこの ID というのを一番最初に0にしておいて、はい、で何々回繰り返すというのを使って、今回は3匹なので、はい、3回繰り返す。でクローンを削除、クローンを作るですね、作るんですが、 ID を1ずつ変えておきます。そうすると1つ目のクローンには ID が1っていうのがついて、2つ目は ID が2、3つ目は ID が3っていうふうにつきます。でクローンがされた時ですね、はい、制御でクローンされた時に、はい、でここからこれを持ってきますが、まず大きさを 30% にしますが、このまずカニ X カニはこれもいらないので削除して、この隠すも削除ですね。はい、で、ずっとというのを入れて、でここの部分を変えていきます。でカニ X というのは何かというと、はい、これは、1匹目のカニ X というのは、はい、この
先ほど作ったリストのカニ X リストの何々番目っていうのがあって、それが1番目っていうのはつまり、ID 番目ということになります。はい、この ID が1だったら1番目、2だったら2番目ということですね。はい、で、これをここに入れ替えてあげましょう。はい、こうですね。で、ここも同じです。カニ X の部分はカニ X リストの、はい、ID 番目に書いてあげましょう。はい、で、カニ Y も同じですね。はい、これも削除して、これをコピーしてここに入れて、カニ Y リストの ID 番目になります。で、ここも同じですね。カニ Y リストの ID 番目、はい、引くはマップ Y ですねという形になります。で、ここも同じですね。カニ X はカニ X リストの ID 番目、カニ Y というのはカニ Y リストの ID 番目、はい、というふうにしましょう。で、隠すと。で、このように変えるだけでですね、はい、3匹出るようになったと思います。では実際に見てみましょう。はい、旗を押して、はい、右の方にずっと行くと、はい、このように1匹現れましたね。で、さらに、はい、2匹、3匹という形で、これが1匹目、2匹目、3匹目のカニが現れたということになります。はい、このように1回消えてもまたこっちに行くと現れますし、下に行って消えてもまた上に行くとこのように現れてくるという形になります。はい、で、こういう形でですね、まあ、カニをいろんな場所に、設置して、まあ、敵をどんどん増やしていくことができるということになります。で、敵を増やすときはカニ X リスト、カニ Y リストに、まあ、ここに、数字を加えていくだけで、敵をどん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 増やすことができると。で、一つだけコードを変えておきたいんですが、この3回繰り返すっていうのは、今回は3匹だったので3回っていう形になりますが、これを増やしていった時にも勝手に増えるようにしたいので、この部分を、はい、ここの、カニリ X リストの長さですね、回繰り返すっていう風にしておくと、はい、これが増えていくと4匹になるとカニ X リストの長さが4っていうことになるので4回繰り返すっていう形になります。はい、今回の解説はこちらで以上になります。次回の動画では、このカニに、プレイヤーが触れた時に、戦闘が始まるというようなところを作っていきたいと思います。はい、これからもですね、この RPG ゲームの続き作っていきますし、その他もですね、いろいろなゲームの解説をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。